山地さん、ストポンさん、ゆきひろさん、ピロシさん、ありがとうございます。マニマニさん、トシヤさん、ディネスさん、鳥取太郎さん、かっこゆうちゃん、マー君、三号さん、ありがとうございます。おいでます元気さん、バラありがとうございます。あ、バレンタインか。マークサンゴさん、チョコありがとうございます。ね、もうそんな季節ですよ。びっくりだ。今日は特に話すことがない日です。特に話すことがない日なんですよ。再販追加したよ。再販あるん、合ってるんですか今。そうなのですか。まだ追いつけてないや。無言配信。すけさん、ありがとうございます。不備分、不備分、不備分、登録不備分の再販なんじゃそれ。普通の再販とは違うんですか。ゆうちゃんありがとうございます。前髪好調でね。本当ですか。あ、決済忘れた人とか、いつものさ、あ、普通のと同じ。そうなんですね。6枚目か。さすがにもう6枚目か。反射枠とかがってことか。変えるんですね。そうやんさん、ありがとうございます。
6枚目も遊びに行きますよと。ありがとうございます、お待ちしてます。そう、ほんとそろそろもう誕生日が来るんですよ。早い、あと2週間ぐらいで誕生日が来てしまう。一つもう誕生日の手紙を受け取ったんですけど、それは誕生日まで見らんどこうと思って見ないようにしてます。バースデーカード送りますって待ってます。書かなきゃ、書いてください。何言ってんだこの人。胸液と USG、 それは言わないでください。STU 年表のやつはモバイル会員限定が見れるやつなので言わないでください。そう、もうすぐ19歳、18歳のサラピオ見納めか、早すぎでしょそう、もう受け取ったんですよ。もう受け取ったので、まあでも見ないようにしようと思ってね。早い分には調整ができる。今日からカウントダウン早くないですか。まあでもあと10、でも微妙だ、あと15日は。早めに送ってもですね。駆逐してやるが頭から離れません。さあ覚えてないよ覚えてないです。話し会でおめでとうします、ありがとうございます。まだ19歳、まだ18歳ですまだ18歳。CNP さんありがとうございます。プレゼント送りたいで昇格してくれ。それはもうなんともなんともいいね。365配信前に、まあ続けばですね、ある前提ではいないでください何でもある前提ではいないでください。ようさんチョコありがとうございます。進撃の巨人好きな感じ全く知りません。そもそも見たことないです。年表のことは言わないでください。年表はモバイル会員の人が見れるだけなので言わないでください。多分勘違いされるような、あの駆逐してやる、まあ、あの昨日の DMM 見ずにあれだけあのツイートとかだけ見られたら、さらはアニメが好きな駆逐してやるっていうワードが好きな子みたいになってしまう。私も見たこともないのに、意味すら理解してないのに勘違いされる。なんでもないのに全然なんでもないのに思われてしまう。アナちゃんと髪型一緒だ。それみんな一緒ですよ。もう STU はみんな一緒ですよ。ストレートおろすしかできないからそう、もうみんな一緒です。明日4周年の当落、あ、そうなんですね。
夢のフレーズとかだって言っても私は知らないです。てかそれは他のルームでは外してるのにつけてきたんですね。駆逐してくださいよ100人くらい。でもなんかもうすでに来た。すでに来た。でも意味が分からんけど、それを言われてもなんか分からんのよ。駆逐してくださいって言われてもそれが何なのか知らないので。そう、昨日の公演見た人はあれやけど、何でもない人が見た好きなことはある。アニメ好きっていうか、進撃の巨人やったっけ、好きなこと生まれの、なんかオチが選んだ方は何やったんやろうなって思う。引くやつ、なんか引いて選んだんですけど、その引いたやつ、サラが選んだやつがあれやったけど、他の人が選んだら何やったんやろうって感じ。髪型が規制、うん、髪型の規制があるのね。そうです、そうです、そうです。王さん、ありがとうございます。むしろ分からなくても言われたいって。そう、ランダム、え、ランダムだねって、なんだね、 DMM 見た人は分かると思うけど、ランダムです。みんな違うセリフでよかった。それはこちらに言われても困りますな。それはここに言われても困る。頑張ったことは間違いないって、本当そうですよ。本当にそうです。それはそう。スマイルさん、ありがとうございます。ピクリことに価値がある、まあ、普段ね、普段そういうの普通に言う人が言ってもですよね。まあ確かにそういう時のために温めているんです。ライディンさん、チョコありがとうございます。もう駆逐ネタはいいかな。もういいかなって感じ。台湾チームさん、ありがとうございます。ハソの形が芸術的とは、これがですか。台湾チームさん、いちご、なんやっけ、バケット、バスケット、いちごバケット、ありがとうございます。中野さん、ありがとうございます。めっちゃ目乾燥する。
今日の朝その方みんな無理やり話題を作ってて、白い恋人のアイス食べた、食べてないですってか、あのホワイトチョコ系好きじゃないんですよね、みんな話題くれるけど、うん、そうちょっと、うん、ダメなんですよ。良い、あ、そう、七並びありがとうございます。あ、そう、345糸ちゃんハートありがとうございます。そうなんですよそうなんですよね。朝雨で聞いてないってなったら朝寝てたからあ、分からんものだ。そうなんですよ、休みで家におった日とかは本当にちょっと申し訳ないけど話すことないんですよね。でも新作のアイス食べた、新作のあの昨日新作のアイスを食べました。ロ、あ、ロ、ロとか言わんとこ、ソーのとろける生チョコインバニラ美味しかったけど寒くなった、食べた。天気の話でもするしないですそう、今日は休みでした。公演の次の日が休みなのは嬉しいんですけどね。今日見た夢の話、いや今日はコウコさんと高尾高尾さやかが出てきたんですけど、ちょっと内容がひどかったのでひどかったっていうか、まあ、内容が別に楽しい感じじゃなかった、なんかそうなので今度高尾さやかに話します。そう、ナナのお店、渋谷広島港パセリさん、チョコ10個ありがとうございます。本命チョコ、商品名言ったら同じだ、そういうのいいんですよ、突っ込まなくていいんです、突っ込まない。ストポンさんありがとうございます。え、なんかアイスのチョコって大体なんかカチカチになってるじゃないですか、アイスも、ん、アイスについてるチョコはけど、なんかソースみたいな、チョコソースみたいな感じなんですよ。あんま覚えてない、でも夢な、夢は覚えてないよ、そんな。そう、名前の通り、名前の通りですこれ以上広がらんこのアイスは。とりあえずまつげあげよう。タイといえば新幹線のアイス、新幹線のアイス食べたことない食べたことない。自分何も発言できない、じゃあしなくていいですよ、静かに見ててください。ゴディバとロイズ、ロイズ食べたことないかもしれないと思う、知らぬ間に食べたことあるかもしれんけど、まあビターの味わいでした。いや、そうでもないですね、普通にチョコソースって感じでしたね。わかる、夢の中ではね納得してるんですよね、起きたらなんかありえん話やんってなるけど、前見たって言ってたアニメは進みましたか？呪術回戦ですか？うん、いつ
いつ新しいエピソードが出とるか知らんそんななんかめっちゃハマっとるわけじゃないので、暇な時見てるぐらいです。あれは肩より高い、うまいうまい。ブリュレアイスうまいよって、うん、食べたことある、ね、1年前めっちゃハマっとった、メールでもう送ったことあるぐらい。今日最近カメラが下がってくるんですよ。リチャさんバラありがとうございます。これでいいや。眠いっていうか目が乾燥するんですよ。金曜日の深夜に更新される、あ、そうなんですね。大喜利配信しませんか。さあ大喜利わからないのでできませんわからないんですよね。やじうまさんハートありがとうございます。しないんですか。しません。どこのコンビニスイーツが好き。やっぱローソンかな。やっぱローソンかな。譲る、ああ確かに、分からんな。関東で過去最も早い春一番。あ、でも今日なんかちょっと暖かいなって昼間思ったけん、最近なんかエアコンつけて全然空気の入れ替えをしてなかったので今日は空気の入れ替えをしました。マチカフェ派、そうですね。はって、はって言われても、どこが好きって言われて答えて、はと言われましてもね、困りますね。セブンやろ、強要しないでください。私はローソンです。好きだった給食の話、卵スープ。ミニストップ派です。広島ないんですよ。ないんですよ広島。ミニストップのあの何やっけ、ヨレヨレみたいなやつ。何やっけ。あ、忘れた。あれアイス好きなんですけどね。ゆうちゃんバラ、ありがとうございます。大喜利はこちらがコメント、それに対してあれやこれや言って、あ、そういうことですね。どうぞご自由に始めてください。そうそう、花粉の季節です。花粉症じゃないんですよね。さら、わからないんですよね花粉の季節が。ポプラしか勝たん。ポプラ行きますか。ポプラってあるっけ。最近広島にないんかな。ポプラあるんかな。ある気もするけど行かないですね行かないです。お店でポイント貯めてますか。あ、ポンタカードは持ってますね一応。ギルド入ったの多分勝手にというか
多分設定してくれました。サラは何もしてない。あ、ハロ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 だ、ハロ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 。広島はポピュラーだらけ、へえ。広島多い、へえ。ポピュラーみ、もともと広島のコンビニ、そうなんですね。初知り。でも最近あんま見らん。どこもかしこもセブンばかり。チキンタツタ食べた？食べてない。でも今このコメントを見て食べたくなったローソンと合体してローソンポプラになる。へえ、知らん。西広島あたり、そう、分からんのよね、広島のどこがどうとか何市がとか、西とか東、どこがどこか分からん。ポプラ白ご飯が美味しい。へえ、そうなんですね。ちついてさーちゃんありがとうございます。まあね、ナナのねコンビニはどこに行ってもあるもんね。食べたくなってきた。なんかやばかった。あら？なんかこれでいいや。あ、瀬戸内レモンタルタルご飯のやつ多分あるけど、サラはパン派かな。なんか焼きおにぎり苦手なんですよね、サラ。焼きおにぎりが苦手なのでご飯バーガーより普通にハンバーガーがいい。花見行きますか？確かに行きたい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 けども、ご飯に誘いたい先輩メンバーはいますか？千穂さんはずっと行こうって言ってるんですけど、千穂さん次第千穂さんの忙しい時次第かな。あと千穂さんの気分が乗ればですね。食べるのは普通にハンバーガー。そう、サラもそっち派です。カリカリ、そうカリカリ、うん、なんかそうかな、多分そういうことかなって感じ。意外なものが嫌いでびっくり。嘘、そう、なんかご飯バーガーなら別に米とチキンを食べたいって感じそんな感じ。写真撮れるのそんな好きじゃないですよ。写真撮るのは好きやけど。
広島の花見をおすすめしてる、あ、知ってる人ね、サラは知らんっていうとこやった。サラピと桜を見るかい。ああ、スペイベ的な感じでね、いいじゃないですか。あ、尾道行ってみたい。尾道は行ってみたい。尾道は行ってみたいです。花火でインスタ映えしそう。なんか、うん、したいかな。なんか一時期流行ったおしゃピク、そう、おしゃピクとかやってみたかった。やる暇なくコロナになったので、ね、世の中一眼レフとか、うん、いいですね。もう別に持ってないけど持ってないけど、でも写真撮るのうまいってメンバー言ってくれる。いい笑顔してたよ、ありがとうございます。今まで一番多く写真撮ったメンバー、多く写真撮った日記、どうやろう、2期なら田中美穂かな。撮ったメンバー、撮ったメンバー、あ、一緒にってこと、一緒にってことかな、どういうこと。一緒に撮ったのも、あ、でも一緒に撮ったのはやっぱお前見よったら千穂さん、先輩は千穂さんか高子さんばっかり。撮ってあげた、撮ってあげた田中美穂かな。なんかいつも撮って撮られてみたいな感じ、撮ってもらうし撮るしかな。普通に、うん、多分単体の写真多いのも高子さんか千穂さんかな。インスタ始まったら何がメインになるのか楽しみ。うん、やっぱでも今やったらあれやけど、普通に行ったらカフェですね。福田さん写真はあんま撮らんかな普通に話してご飯行くのはあるけど写真を撮らんな。一緒にご飯行ってもそんな写真撮るって感じじゃない。そうね、田中美穂の写真はサラが撮ってるし、サラの写真は田中美穂が撮ってるしって感じ。でもリトちゃんの時はいつも高尾さやかに撮ってもらいます高尾さやか今日高尾さやか呼びなのに、ちょっと自分でもじわじわ来た。田中美穂に聞けばサラビの写真がたくさん手に入るのか、しめしめ入らないですよ。お互いの携帯で撮るので、田中美穂の携帯でサラが田中美穂を撮ってあげる、サラの携帯で田中美穂がサラを撮ってくれるので。確かにサラがインスタでカフェ紹介とかしだしたらみんなめっちゃ行ってくれそう、同じ場所に。なんかサラのファンの人なんかそういうのめっちゃ行ってくれるイメージ。テロップ笑った笑わないで提供してください。福田さん食べ物つながり、そういうわけじゃないけど、なんやろな、別に写真撮りましょう、あはは、中ではない。さっき写真写りいいよねってさ、悪いですよ、昔から悪いって言われるし、自分でも悪いと思う。
おじさんが一人でカフェいいじゃないですか、おしゃれじゃん、おしゃおじになれるじゃないですか。おじさんって言ったら一部の人に怒られるので、おしゃおにって言っときますね。話題足りてる、うん、ちょっと足りなくなって足りなくなってきましたね。サフィのファンの人何でもお揃いにするイメージ。でもさ、なんかファンの人はあれやけど、あんまりそんな、なんか何やろ、真似されるみたいなのは別にそんな好きじゃないなんかあれですよ、行った場所行ってくれてみんなが言ってくれたりとかするのは全然嬉しいけど、何やろな、え、何やろ、何て言ったら分かる、多分女子は分かるんですけど、何て言うかな、あ、伝わらんな。一度行ってみたい一人まるまる、焼肉、一人焼肉行ってみたい。とかご飯を一人で行かないんですよね。ね、わかる、ひなさんのインスタ好き、てかひなさんが好きな系統、サラも好き。好きな焼肉の部位ハラミ。食べるもの一緒、いや食べるもの一緒は別に、え、まあ全然いい。なんなら美味しさを共有したい。なんやろな、なんていうかな、なんか最近弱くなった気がする。なんやろ、なんかあるじゃないですか、でも多分女子あるあるなんですよね。例えば私がこのケース買ったんだって言ったら、そのケースをなんか、え、かわいい、真似しようとかならいいけど、なんかそういうのじゃなくて、気づいたらその人もいつの間にか持っとるとかなったら、ん？ん？ってなる。え、わかりません？わからんかな。うん。でもサラがその辛麺行ったとか言ったら、みんながその何、公園とかでこっち来た時に行ってくれたりするのは。言ってくれてると思うし、それをさすがにそれを真似するなっては言わないですよ。そんな言うなら紹介するなって話じゃないですか。大丈夫です、真似してほしくないものは紹介しませんそう、ハラミ好き、さあちゃんと同じ服買って、いや、なんならそうなんか報告してくれるのたら何も思わんけど、なんかわかるかな、あれ、そうなんです、しれっと真似されたら、ん？真似したってなるっていう、わかります、なんかそういう感じそういう感じです、そういう感じですよ。なんとなくわかる、やっぱ男の人でもわかるんか、やっぱ。秘密のお店、いや、ないです、お店とかは別に真似されたとかならないので、お店はお店なのでハピと同じ前髪にしたよ、まあ、言われたら、あ、そうなんだってなるけど、別にそれは何も思わんか、前髪は同じも何もないじゃないですか。しれっと笑う、そう、しれっと微妙な女心、あ、そうなんかな、やっぱそうなんかな、そうそう、言わずにっていうのが嫌なんですよ。しれっとファッション真似する、あ、それは嫌かも。でも確かに、例えばですよ、例えばやけど、最後この服をこう今配信できとって、この服可愛くないですかって言って、じゃあ次、まあみんな着らんけど、次のお話し会でこの服をしれっと着てきたら、え、真似したってなるみたいな話、わからんかな。みちさんとのエピソードある、みちさんとのエピソード、みちさんでも最近会ってない、最後いつ会ったかな、
時でしょうね。本人は真似したつもりなくても無意識あるかもね。確かに無意識のうちに脳がってことか。みちさん、みちさん、みちさん、でも本当最後いつあったかな。話し会、え、そのめっちゃ会ってないかも。いつかのお話し会、え、そんな会ってないかな。1月17日ぐらいから会ってないかも。そんなことあるかな。あ、でもそんなことある。1月17日のお話し会からみちさん会ってない。さやがこうこさんと話してて、みちさんが先に帰るからこうこさんのところが来て、その時になんか3人でちょっと話したぐらい、それぐらいかな。俺がその服着たら別物？確かに。そうね、ユニット違うしね、合わないですね、あんまり会う機会ないですね。え、みちさん人見知りかな。え、どうなんでしょうね、分からん。丸三年、あ、確かに誕生日シェーケン丸々ってことになる。人見知り？まあ、ぽいけどね。ね、来週からまたお話し会が3日間ん？くらい連続である。一番話す先輩？千穂さんか、コウコさん、どっちか、どっちかかな。うん、話す、あー、やっぱ千穂さんか、コウコさん。2年、丸2年か。誕生日にみちの配信に行って祝ってもらうしか意味わからんじゃん。祝う側じゃないですか、こっち。可愛いと言われたら顔赤くなりますか。どういうことですか。ならないですならないです。言われる人によるけど。福ちゃんだと思ってた。福田さん、まあでも会ったら話すけど、会ったら話すけどって感じ。でも最近は課外活動公演ないので、あのチャートリリートチャーとかやつがないので、あんまりお話し会ぐらいしか、その先輩と特別な何か他の仕事とかがない限りあんまり話す機会ない、会う機会がない。あんまり一番話すのコウコさんの気がするな。そんな気がする。なんかずっとめっちゃ会話っていう会話をずっとしてるのはコウコさんが一番多い。たたたた、あ、センスのやつね、ヨーのやつ。
田対談はいつ公開され確かに、確かに STU チャンネル確かに、だってもう内容が古くなってしまう。確かにお蔵入りかな、お蔵入り、お蔵入り、うん、お蔵入りかな。そう、千代さんとはなんとかですね、うんみたいな、あなんか無言で二人のふんっておるだけ。奥さんとなんかいろいろ話すけど、サバサバしてる感じ二人似てる。そう、田中という名字と相性がいい。あ、うん、そうなんか。でもさ、なんだかんだでやっぱ B 型同士が合う気がする。それがでかい気がする。なんか結構普通に今までの学校とかで仲良かった子とかも B 型同士が多い気がする。いや分からんけど、知らんけど、全然使われてない。甲子園のフォーティエイトアカデさん、バラありがとうございます。ココさんと服の話はせん、衣装の話はする。あと HKT さんの話とかはするけど、千代さんを、うん、知っとるけど、まあ別に B しか友達がおらんってわけじゃないけど、結構 B 型同士が多いか。血液型で、うん、考えてみたら B が多い気がする。2期生の B は鈴木隆雄、中広美奈美、鳥太郎さん、チョコありがとうございます。朝香さん、ありがとうございます。そうそうたるメンツキュアもね、関係あるかどうかわからんけど、そう考えてみたら、お、そう多い気がするって感じ。ちゃんと覚えたの覚えつ、うん、確かに。なんか人の血液型でもさ、友達の高校の友達の血液型とかもわかるけん。なんでやろ、血液型とか人の名前の漢字とかを覚えてるんですよね。そう、お披露目の時に血液型を覚えた。特技披露なんもないなって思ってやったんですよ。あ、ライディンさん、またまたチョコ、ココありがとうございます。そっか、矢野さん B 型か。確かに。でもさ、推しも B 型多いんですよね。白間美優さんとか HKT のメルさんとか、まゆゆさんも B 入っとる。
コウタさんありがとうございます。そう、渡辺美幸さんとかも好きやった時あるけど、まあ今でも YouTube 見たりするけど、そういう時もそのも B型とか、ふうさん B 型なんですか。オイリエさん O 型やった気がする。さんエビ。まあ関係あるか分かんないんですけどね。そう考えたらそう思うだけであって。みんな4周年応募したんかな。4周年応募したよ話あんまり聞かんけん。応募したんかな。CNP さんチョコありがとうございます。4周年コンサートしたたよと、ありがとうございます。何時間急に言ってくるんですか。昼より応募してます。応募してよ、もちろん当たり前。昼より応募した。おお、した人はみんな昼なんか夜なんか昼夜なんか。どうなんですか。どっちがおすすめとか、でもさ、瀬取り知らないので、まだそんなそう内容を別に知らないんであれですけど、あなたには昼をおすすめします。4周年仕事、あらあら、当たるかどうか、まあ確かにね。それもサンプラザの場所、場所っていうか調べてみたら広っ、ってなった。どんな感じになるのかは知らんけど、楽しみって感じ。配信あること願います。配信あるあるあるでしょう。何さん曰くヒルヒル相手がいいと言われたか違うのかも。まあ知ってても言わないですけどね、サラ。知ってたとしても言わないですけど、ね、まあけど夜とか知らないので何とも言えない。両方感動の涙。マックス3000。あ、そうな、そうなんですか。4000人、3000人なんですか。いいサプライズがあったらいいなって。それはそうですね。自分のこと、自分関係あるかないかは別として、まあそうですね。みんな独り言のように昼夜違うのかなとか、レッスンがどうとか言われても困るがな。昇格、そんな期待しないのがいいですよ。知らんけどね。隠してるわけでも何でもなく知らないですけどね。知っとったら何のサプライズでもない。マイキさんハートありがとうございます。職があるなとか言われてもちょっと困るので言わないでください。知らんし、困ることを言わないで。2周年の時船公演の告知があった。ああ、そうなんですね。
何も知らずに見る方が楽しめる。そうだ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 。とにかく生サラピを見たい。待ってます。予想大会しとく。しないですしないです。あんま なくない。そんなメンバーがそんなライブ前に配信でサプライズ予想するとかしないよ。まああったらね、あったらいいことには間違いないですが、あるのかなとか言われても困ります。うん、キャパが6000人ぐらい焼けんってことか。そういうことね。一階席で米粒ぐらいやったら泣く。え、でもさ、米粒ぐらいのアイドルを久しく見てないので見たいです。なんかそういうのが手の届かないアイドルだなって感じられるじゃないですか。みんなそんな、 なんか予想みたいなのするんです。もう心に秘めといてくださいよ。そんなこれコメントで言われても知らないし困りますので、あるはずとかあるでしょうとか心の中で思っていただいて良いですか。そうね、双眼鏡を持ってたり、こうそれとはどこの席でもいいじゃないですか。前浜の、まあ、豆粒ぐらい。あ、確かに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 。そうさ、知らんけど、いや知らんのにそんな、なんかそんな予想言われてもこっちも困るんですよ。あ、そうなんですね。そうなのかなそうなのかなってなるだけで、知らないので困ります練り歩きあるってそれはないでしょ、この時期的に。知らんけど、もう予想は楽しいかもしれんけど、それはファンの人同士でしてください。メンバーには言わないでください。困りますもう困りますので。最善を狙うってすごいね。最善ね。確かにスマホにおーとかタイガーファイヤーとかさ録音しとったら確かにいいですよね。それだったら別に問題ないもんね。確かに確かに恥ずかしいけど、まあでもみんなでやったらいい感じになりそう。